皆さんこんにちは。 レクセンリーーンの丸ですそれではですね、今回は、レックだからできる、コロナ禍でも安心して受講できる公務員対策講座というところになりまして、コロナのですね現状の中でも、ですねレックはどういうふうにしてですね取り組んでいるのか、レックの公務員講座のですねあのコロナ禍においての特徴なんていうのね話をさせていただければと思います。現在、ですね、まあ、これを取っている人も含めて、まだ全然収束はしていない状況です。まあ、確かにね少しは外に出るようになっているかなという状況なんですけれども、やはりなかなかですね、事業に来て、 えー、校舎に来てですねいっぱい1人の中で授業を受けるのはやっぱり怖いという方が世の中かなり多いと思いますね。まあ、それだけじゃなくて校舎に来る場合通,き、まあ、通学途中なんかもですいろいろとこう怖いという方もいらっしゃると思いますので,でそういう場合、えー、レックはどういう対応しているのかということを話をしていきます、えー、まずですねレックはでもともと通信講座はあるんですけれどもやはり生工具を着たいなんていうやっぱりですね、えーまあ、ニュアンスというか要望が結構多いわけですね。 どういう,ふうに要望かって例えば生講義に来るとスケジュールが決まっているから強制的に勉強できるとかねあの話もありますしそれ以外にですね生講義がありますとですねあの質問がすぐできるということがありますでそういったです、ね、なんとかメリットを生かしながらですね家でも聞けるようにということで現在、レックの主要講社ではズームによる生講義同時中継を実施しております。 一応、講義会ですね、生講義も一応、一応まあ来ていただけるようになって、ですね一応、生講義も万全の対策をしてますけどね、一応こ、うこうなんていうんですかね、壁みたいなのを作って、先生のこう声が、先生の、こうなん,うんですか、飛沫が飛ばないようにしてますし、席も開けてるし、アルコールショーなんかもしてるんですけれども、まあ、それで一応、生講義も一応来てもいいんですけれども、やっぱり怖いやっていう方もやっぱり、話を聞いてると多いんですね。 まあそこで、えー、教室でやっている声をそのまま同じ時間に同時中継、ズームを使って同時中継をしていますね。Zoom、まあのミーティング企業なんですけれども、ミーティング機能を使いまして同時中継をしております。えー、それによってですね、まあ、同じ時間に、生講義と同じ時間に授業を受けられます。で、ちょっと強制欲なんかも発生します。また、Zoom の訴訟の機能を使いましていますので、まあ、いわゆるです、ねまあ、チャットといってこう、 文書で相手もできますし、あるいは需要にですね一人一人別部屋を、まあねまあ、あ設けて、ですね一人一人ですねあの顔を出したりとか、声を出してもらって質問するという状況もできるようになっています。ですから、ですね一応こんな状況ですけれども、皆さんにですね、えー、不安なく学習していただけるように、ですね o、えー m なんかを使いまして、なるべく教室同じようなコムを提供できるというふうな状況でレックは進めております。えー、ですから、ですね安心して、えー、やっていただけるといいかなと思いますね。はい やっぱりですねあのちょうど話を聞くと、ですねあの今すでにズーム講義、えー、だいぶ始まっているんですけれども、受講生の方からね話を聞くと、まあ、ちょっとまだちょっと怖いから、これで良かったなとか、これなら結構、生講義と近いからいいじゃないかとか、あそういうねいい声も疑っておりますので、えーねまあ、あとはちょっと若干、通信とか慣れてない方もいらっしゃるんだけれども、慣れてきゃ全然もうならそうなので、こういったですね通信講義をうまくね、Zoom を使いましてやっておりますので、なんとか、ですね生講義と同じような状況になっております。はい ですから、ですね、レックは校舎に来なくても生とあまり変わらない、遜色ないようなものを提供できるというところですね、まず特徴になっております。あですから、ですね、ちょっとまだ特にね、あのちょっと家から遠いという方でもですね、そういうのを使っていただければ、全然普段の校舎に来るとそんなに変わらない状況で受講させていただくことができるようになっておりますので、ご利用いただけるといいかなと思ってますね。 またそれ以外にです、ね、あの面談がありますね、直接こう先生と質問したいと、授業以外の時にですに、ね、まとめて相談したいという仕組みがあるんですけれども、どちらに関しても電話とかで対応しておりますし、えー、徐々にです、ね、あのズームを使いましてあの仮想空間ですけど、生で話をすると、もともと校舎に来ていただいて、一、えー、対一で話をするというのはもちろんあるんですけれども、おそれに加えてです、ね、電話対応というのもありますし、またちょっと一部ズームなんかも使って話をしてますね。まあ全部で話すと、生に近い状況で、えー、できていますので、えー、そんな感じで。フォローに関しても遠隔 でもなんなります今後ですねおそらくこれを聞かれている方は来年とか再来年をですねえ。受験をされる方が多いと思います現状、やはりこのコロナが完全に収束するかどうかは何とも言えない状況だと思います。ですが、ねこの収束しない今のような状況だとしても十分ねオンラインとうまく使って対面とあまり変わらない状況をよくはちゃんと作っていきます。 またそれに加えてですねもしちょっとねあの悪化しちゃってなかなかもし甲子園が来られたとしてももう十分準備できてきておりますのでそういう対応もできています。ですからですね安心してやっていただければいいと思います。 現,にですね、現在、ですえ、ね、今年の受験生、やっとなんとか試験が開きしまして、ですね受験生が本格的にまた受験対策、今年のね受験対策始めているんですけれども、それに関しても、ですねオンラインでやり取りをしつつ、なんとか感染をねリスクを落としつつ、なんとか対応しておりまして、なんとか皆さんもです、ね、頑張って勉強していただいておりますので、ちゃんとそういった、ね、対応していきますので、ぜひですね検討していただけたと思いまとそういったですねズームをどういうふうに使うのかとか、あるいはですねオンラインでどこまで対応してくれるのか。 え気になった方はです、ね、各校舎にぜひ問い合わせをしていただければと思いますので、えー、そうですね、あのー、ネットの方にリンク貼ってありますのでください、ね、えー、特に Zoom であるもんです、ね、Zoom って書いてあるので、ね、Zoom 相談とか、えー、Zoom の授業の体験というのもできますからね、ちょっと今気になって、です、ねえー、Zoom で生講義どう聞くのとか思うと思います、どんな感じか聞きたい方、そういった体験もやっていますので、ぜひです、ねえー、ホームページを見ていただいて、参加していただければと思います。はい ねえー、ということで,です、ねえー、ぜひです、ね、こ,うこんな状況でも、レクはしっかり対応していきますので、安心して受講を考えていただければと思います。では、あまためま、ね、ちょっと校舎か分かりませんし、オンラインかもしれませんが、相談等お待ちしておりますので、何かありましたら、どんどんお問い合わせいただければと思います。以上でございます